そう、そうだ。メンバーシップを、そう、新衣装お披露目と合わせてちょっと発表しました。これ、こういうスタンプが使えたり。あと、そう、なんかね、いろいろ、なんかこう結構、配信するときってなんかいろいろ準備して、こう気を張って、なんか、やってるとこがあるから、なんか、面言配信とかはなんかみんなで一緒に考える回とかをなんかやりたい。みんなで一緒に作業する回とか、そういうのなんか、ちょっとやっていこうかなと。みんなこれ使ってくれて、ありがとう。ありがとうね。メンバーシップ入ってくれてありがとうございます。入っていない方も、なんか、あずき、いいなって思ったらね、いつかいいなって思ってもらえるように、メンバーシップ入ってもいいかなって思ってもらえるように頑張っていきますんで、どうぞよろしくお願いします。なんか今ね、スタンプがめちゃくちゃ、追加された、そうで。過去のジャケットの、スタンプがね、いっぱい、あると思うんですよ。なんで、なんかその曲をさ、歌った時はそれで、なんかみんなで、わーって埋め尽くして盛り上がれたらいいなと思っています。はい。水スタンプ押すとき700円取られる？取られないよ。毎回700円払ってたら、とんでもない水代金じゃん。とんでもない水、高い。そう、なんで、そうだよね。なんか、最近入った人とか、最近小豆を見た人は、なんで水が700円なのかとかも、意味がわからないと思うんですけど。そう、小豆、今まで、ライブをね、やってきた中で、まあ、今はね、このご時世的に現地、リアル会場ライブできなくなっちゃったんですけど、その昔ですね。その昔、ファーストライブをエンタスさんのとこでやらせてもらったときに、マネージャーがつらに水って言うんですけど、マネージャーのつらに水の、その水、つらに水の水を取って、そう、ドリンクを、水を売ろうという話になって、水ビジネスっていう、ちょっと悪乗りをした結果、みんな水ばっか買って、さらに悪乗りされるっていう、水商売、水ビジネス、そう。そういうことを、そう。過去に、そう、そういうエピソードがあって、で、そこから水は700円。700円の水、うまいとか、そういう、ね、ことがありまして、そう、今となってはすごい、懐かしい。超ベリー小豆。一つください。懐かしい、そういうドリンクがあったんですよ。なんで、まあ、またね、ライブができるようになったら、わかんない。また水が700円で売り出される可能性がある。みんな水買いすぎや。みんな、水をスタンプとともに買いすぎ。水代、そんないいんですか？水ビジネスに加担して大丈夫ですか飲むたびに、そう、なんか、水、ただのね、しかもそれさ、まあ、秋葉原エンタスのその、なんていうの、水道水のその、でも、水なんだけど、まあ、だから、東京都の水ではあるんだけど、いや、それがうまいっていうね、話でした。そういう話でした。それで、そう、水のスタンプが、できました。これで2100円？そうです。